原子力規制委員会の更田豊志委員長は、福島第一原発で汚染水を処理した水を長期間保管すれば廃炉作業が難しくなるという考えを示しました。タンクでの保管を長期化するということは、それだけ東京電力福島第一原子力発電所の廃炉を、難しくする。リソースは無限ではありませんので、タンクでの保管のためにリソースを割かなきゃならない。福島第一原発で発生する汚染水を処理したトリチウム水の総量は92万トン、タンクは680基に上り、タンクの設置場所は敷地の限界に迫っています。この扱いについて経済産業省が先月公聴会を開いたところ、海への放出には反対意見が多く、このまま保管を続けるべきだという意見も出されていました。更田委員長は5日の定例会見で、タンクの保管が長期化すれば増え続ける汚染水を収容するタンクを作り続けることになり、設置場所も新たに探すことになると述べました。その上で、そうした作業に人や資金を割くのは廃炉を難しくするという考えを示しました。